今日はですね、私番組前に以前から気になっていたドーナツ屋さんに行きたかったんですね。はい、ドーナツ屋さんにちょっと行ってみようと思って、で隣にカフェが併設されているので、少しカフェでアイスコーヒーなんかを飲みながら、さあじゃあお仕事に向かうぞと、気になっているドーナツ屋さんでドーナツを買おうと、このラインナップをね見てね、わー美味しそうだなーって、いろんなね、味のドーナツが並んでたんですよ。あれちょっと待てよと、今日は37度ぐらいあってチョコがたくさんかかったドーナツを私は買って帰ろうとしてるのかどうしようって思って、だってね、もう会社に来るまでの間で絶対溶けるじゃないですか。ずっと気になってて食べたかったドーナツなのにそんなデロデロの状態のドーナツをね食べるのはなと思って、泣く泣くシュガーのねついている結構さっぱり系のドーナツだったり、あとはシナモンシュガーのねチョコのかかっていないような、はい、シンプルめなドーナツを買ってその場で、そうですね、併設されているカフェで実はチョコがかかったドーナツは一ついただいていたので、まあ自分の目標は達成できたんですけれども、お家にもね持ち帰りたかったんですよ。はい、次はね暑さの落ち着いた頃にチョコドーナツをいっぱい買えるくらいのね気温になった時にもう一度行ってみようかななんて思いました。さあここからはですね、最後まったリポートを見ていきましょうか。こちらご覧ください。これをせっかくドラえもんのねことを思ってひまわりの約束聞いて心を沈めたのに、はあ美味しそう、お腹が空いてきたね、今日買ったドーナツは明日にしようって心に決めてたのに食べたくなってきたじゃないですか。はい、今日ねドーナツ屋さんで買ったんです、このドーナツをでもやっぱりね仕事終わりのご褒美にいいかなと思いつつ、いやでもな明日に我慢しようかな、我慢しようと思ってたんですけど、このパフェ見たらもう食べたくなっちゃったね。皆さんいかがです、夜食っていう方もねいらっしゃるかもしれませんね。はー、見ちゃった見ちゃった、まったリポートね、食欲は止まりませんということで、今日もねたくさんムーンでお話ししていきましたけれども、さあ明日もね、まだまだ蒸し暑さ続いていきそうです。皆さん元気に一日過ごしていただきたいと思います。それではここまでウェザーニュースライブムーン、お付き合いいただきありがとうございました。皆さんの明日が素敵な一日になりますように。それではおやすみなさい。